2席目は落語法話ということでね、皆様と共にお笑いいただければいいかなと思うんですけれども、落語ってご覧になったことありますか？あ、ございますかね。だいぶ分かっておいでという方もいらっしゃるでしょうし、見たことないわという方もいらっしゃると思います。なかなか難しいものでございましてね、で私もこの落語を覚えるのにですね、昨年の10月ですかね、まあ、上方の方の落語なので、まあ、関西の方のところに、まあ、少し教えていただいていいですかってね、いやいや、それはなかなか教えられないよって、ね、何でもします、ちょっと一席だけ覚えたいんですって言いましたところ、まあ、じゃあちょっと下働きしてもらおうかっていう話で、まあ、言ったら、じゃあ、まあ、下働きみんな掃除やらね、で洗濯やらあるから、ね、で、まあ、ちょっと旅やらと思います。旅ね、なかなか大変なんですよ。洗濯機に放り込めばいいと思うでしょ。あれなかなか大変なんですよ。あれね、靴用の洗剤でもってね、まあ、ゴシゴシ洗うんですね。うなずいてらっしゃるお母さんいらっしゃいますけれども、まあ、なかなかね落ちないんですよ。でこうやってゴシゴシするんですよ。で私はねまだ39でございますけれども、若いと思っておりますから、まあ、ハンドクリームなんかとかね、まあ、別に必要ないかなと思ってね、毎朝こうやって水でねこうやってやっておりました。またねゴシゴシやってから洗濯機入れるんですね。でゴシゴシ、これ毎日ですよ。冬ですからね、寒いんです。でもこうやって冷たいなと思ってね、寒いなって毎日やっておりました。で寒いなって、ある日のことです。今日も旅か、寒いなって洗っておりましたらね、手が赤切れておったんでしょうね。で金だらいですよ。でパッて目やりましたら、洗面器がその赤切れから血を吹き出しましてね、真っ赤になってたんです。こんな修行私ねしたことがないんでございます、はい、何だろうね、最近、YouTube でお会いさせていただきます。まあお楽に聞いていただければいいかなと思います。まあ話す方としてみればプロと言ってもいいかもしれませんが、落語の方としてみれば素人家でございますからね、まあその辺は知らないもんでございますけれども、まあこうして聞いていただければいいかなと思います。先ほど一席目ね、広田さんがお話しくださいました。まさしくね、我々都合でね、まあ我々いろんな好き嫌いね、嫌い好きというのを決めてしまいます。まあよく言います、都合でいい雨悪い雨と申しますけれどもね、九州の方でもね、あれは都合、そこまで言ったら都合が悪いね、広島も八木の方であそこまで言ったら都合が悪い。でもね、我々にとってじゃあどっちがいい天気かって言ったら、雨の方がいい天気って言われる方は少ないございますね。やはり晴れた方がいい天気というのが我々の中にある、それも我々の都合でございますね。ある時病院の待合室で待っておりましてね、でこうカーテン越しの向こうですよ、向こうに子供とお医者さんの会話が聞こえるんです。で子供とお医者さんが会話してるんですね。お医者さんが尋ねるわけです。うん、食欲はありますかって聞いたら、その男の子がうん、おかずによりますそれは都合でございますね。我々の都合によってね、まあ、美味しいご飯、美味しくないご飯あったりするんです。ご飯はご飯なんですけれども、やはりそこにも我々都合によって物の見方を変えてしまうという、これが実は煩悩の目と申します。そういうものがどうしても入ってきてしまうというのはしょうがないことであろうかなとも思いますけれどもね。今日お話しさせていただきます、落語でございますが、初体念仏、世体念仏、これが江戸に行きますと五言念仏という名前になるんですけれども、こちらの方が幾分か古いございます。初体念仏、昔初体仏法腹念仏という言葉がございまして、まあそんなもんお念仏もうしとって、お前家族持って初体を持ってお念仏してあるんやろってね、その腹の都合で仏法を唱えておるようなそんなところではないかって、そういうのを、まあ、揶揄した、馬鹿にした言葉で初代仏法、腹念仏という言葉があったそうでございます。その言葉をいただきまして、初代念仏という題名がこれついております。まあ、江戸の後期から、これまさしく怪談みたくなってる。本当に怖い話でございますね。何の因果か分かりませんが、眉毛が落ちました。はい、そういう名前になっております。関西、上方の落語でございますのでね、関西弁で少し話させていただきたいと思いますけれども、まあ、多少ね、分かりにくい言葉もあるかもしれませんが、まあ、この落語の後に少しお話をさせていただいて、今日の私のお席とさせていただきます。
昔はこれお仏壇というのはなかったらあかんとしたもんでございます。どんな貧乏状態してましてもね、お本尊むぎ出しにしておいておくわけにはいかんちゅことでね、まあどんな貧乏状態してましてもお仏壇ってのは儲けたそうでございます。まあその前にしてお念仏唱えにしましても、それはそれぞれでございますね。まあどっか船場のね大旦那になりましたら、こうやってね合唱いたしまして、なああああ長いですね。もう無阿弥陀言ったら日が暮れてしまうような長さでございますけれどもね、まあこうやったらもうそんなところに行きましたらね、一つかみ何千円というのはお香ですよ、パラパラってやってきましたら、もうお仏壇からも一万円札がゴロゴロと落ちてくるようなね、まあそんなお念仏ではございますけれども、まあ貧乏占が落語に出てくるような貧乏占がと参りますと、こうは参りませんね。まあもうボロボロにしてあげなお念仏で、もうみんなね紙で貼ってあります。名も阿弥陀仏も奥に自分で紙で貼ってあってね、法要なんかもそこに備えてあるね、まあそんなもう蜘蛛巣が張ったようなお念仏でございます。それ前にしてね、その旦那がおっさんがですよ、そのおっちゃんがまあお念仏唱えてあるわけですね。まあもうお金でもまあ木魚がなんか叩きながらこうやって言うわけですね。阿弥陀仏だもう、のっけから声がいんでますわけ、なんかそんなもしゃあないんでございますけれども、まあしょうがない。これ何のためにやってるかと言いましたらね、これやらんことには飯がまずい、朝の飯がまずい、まあ己の餌の都合と腹の加減でやっておるようなお念仏でございますからね、まあそれでもやらんとならん、これやらんことに朝の飯がまずいっちゅうんで、今日も京都でね、そのおっさんこうやってねお仏壇前にしてお念仏となったります。無阿弥陀仏な、無阿弥陀仏、無阿弥陀仏な、なんだふつん観音さん殺しをね、ぶつこられたむあみだぶな、むあみだぶ、おいこれいっぺんいつの花よこれお前、あその花長持ちする、なんぼ長持ちするか知らんけど、お前3日も4日もほったらかしにしたんやないか、お前水もかれて塩へ帰ったお前、もうちょっと手間めに掃除をせえな、お前炭の方ほぼりまみじゃないか、お前うわー、みだーぶな、お前はもうじきこんなの入んねやろ、自分の住まいをきれいにする思ったら腹も立たんやろやな、もうちょっと手間めにやれちゃうやろ、うわー、みだーぶな、うわーみ、なに、そういうおじいさんこそもうじき入るアホなこと言わんといてくるよ、お前が言ったらもうちょっと若いのもらおうかと思ってるくらいよ、もうあみだぶな、もうあみだぶ、飯が焦げてる、飯が焦げてるっちゅうね、割り切を引け割り切を、お前何十年と化け物と飯さえできつかんのに、未だに小飯ができたりおかえさんができたりおこわができたら、お前お前引いた割り木を備えたと持ってくな、お前わしは狸じゃないわ、お前表持ってて水かけよ、お前ほんま、うわみだぶな、うわみだぶ、うわみだぶな、うわみだぶ、朝は何や、朝朝のおかずは何やちで聞いてんねん、え味噌汁決まった、朝毎朝毎朝味噌汁や、汁飲みは何や、豆腐、これも決まっちゃう、朝毎朝毎朝豆腐汁やな、まあそれもやな、他に汁飲みなんか入らへんのかよ、え刻みネギ当たり前やんな、もん他に豆腐の他におかずはなんか入らへんのかって聞いてんねん、油揚げやな、もうおかず聞いたら声出んやったよ、もうあみだぶな、あみだぶな、あみだぶな、昼は何や、昼はおから、お前の豆腐屋の親父と怪しいんちゃうか、お前朝お前豆腐に油揚げで、お前昼おからかい、お前もうほんとこっちは朝からすき焼きでもかまへんねやで、ほんまにもう、わーみだぶな、うわーみだぶ、これお前もうちょっと鍋2つ持ってうろうろしいな、鍋2つ持ってたっかいけた吐いて、お前うろうろしいな、一つずつ運んだらどないやねん、お前鍋、お前そらお前苔で人思いに言ってくれたらええぞ、お前
怪我でもされて寝つかれたら困らさないに言うてんだよないか、お前一つずつ運んだらどないやねん。硬いしな、ババエル、ほんま涙ぶな、涙ぶ。お前が一人でうろうろすることいらんやろ。ええ年になら娘がいてんねやないかよ、お前お子さんかいこいつ、ほんま。こいついつまで寝てけつかんねん、お前。え頭と枕と一斤半ほど離れたいやないか、お前。これが若い娘の寝様だ、おい。足やるだけ広いやなって、もう。窓閉めとけ、窓、お前。もう表に見えるがな、これ、もう。もうこんなやつ、嫁にあれは、もう、ほんま。むあみだぶな、むあみだぶ。むあみだぶな、むあみだぶ。むあみだぶ。どじょうやとる、どじょうや。おい、土壌屋通るな、お前。土壌屋通るな、お前。はよ呼ばない、行ってしまえ。お前、はよ。土壌屋土壌屋、土壌屋、土壌屋、土壌、土壌。お前、何万だるぞ、土壌屋になってもたやないか。お前のせいやぞ、お前、ほんまに。何や、最後の土壌、土壌って。えお前のせいや、ほんま。何してくれるんだよ、お前に。あ、土壌屋、お前。そこによろせ、そこによろせ。おお、1号、何号、1号。え高いやな、高いやな。半端負けとけ、半端、お前。またもらうがな、またもらうっちゅうな、半端負けとけ、2号測れ、2号。あ、家も持ってたろ。もう、あみだぶな、もう、あみだぶ。お前、帰ってきたらあけへんやないか、お前。え？お前、そばでついてみとらんだったら、2号の測り方、どないな測り方するよ、わからへんやろか、お前。え？あ、どじょうや、お前、ここで見てるぞ、お前。一匹落ちた、一匹。え？入れとかんかい、一匹、お前。そんなん違うがな、もっと振ったやつ、落ちてん、振っといやつ。え？2匹入ったら入れとかんか、1匹出しちょんねん、気の汚いやつやねん。もうむあみだぶな、むあみだぶ、むあみだぶ。あ、この土壌どうしますって。当たり前な、は腹を裂く、アホか、お前。土壌の腹いちいち裂いてくるやつがあるかよ、お前。探しようで痛めんねん、その小さい鍋に酒ちょっと入れてる。え、土壌はもう入り込んだね。むあみだぶな、むあみだぶ、アホ、お前。蓋しとかなんだら跳ね出すやないかよ、お前。それ入れたら土入るか、お前。もう、うわぁ、みだぶな、うわぁ、みだぶ。何で？あ、流れ土壌が暴れとるで。それお前苦しんどんねや、お前。うわぁ、みだぶな、うわぁ、みだぶ。地獄も極楽も一緒になっております。おなじみ初代念仏というお話でおかげに送らせていただきました。古いお話でやろうかなと思います。最初にプツンって観音さん殺してお念仏備えたあるやつがあるって言いますけれども、あの観音さんっていうのは白身のことなんですよね。白身っていうのは足が多ございますから、千手観音になぞらえて、まあ、観音さんって昔は言うたそうでございます。まあ、あとは割り木をひげとかね、なかなか昔はご飯炊くのにも木を割って、でそれを入れてね、火を焚いておったって。お寺ではね、まだそういうお寺ってのがまだあるんですよ。山口、この間伺わせていただいた時に、まだ割り木でご飯炊いてますっていうお宅がありました。はあ、すごいですねって申しましたけれどもね。あとはまあ、お手振りですね。土壌屋さんが通ります。昔はお棚を設けて商いをするというお店は少なかったようでございます。大概がお手振り、先々の時計となりて小飽きんどと申しまして、まあ毎回、まあ、決まった時間に何々屋さんが通るんですね。豆腐屋さんなら何時に通る、土壌屋さんなら何時に通るって、お手振りですね、棒を持って、両方に籠を担いでね、こうやってこう行くわけですね。行商して回るね、そんな時代のお話でございますね。皆様方がこの話、まあ、笑っていただけたか笑っていただけなかったか分かりませんけれども、笑っていただけた方というのは、私からしますとある程度これ実は宗教的な素養がある方なんですね。で、多分全くない方にとっては何が面白いのか全くわからない話だと思います。そのお仏壇を前にして、まあもったいないことしてんなこの人って思われた方っていうのはついつい笑ってしまうんですね。でもそうでない方っていうのは全くわからないと思います。でもプスッと出るようなところがあれば、それは皆様方の宗教的な素養だと思っていただいて間違いないと思います。で、まあ、やってましたからだいぶ分かっていただけたと思いますけれども、このおっさんの目の前にお仏壇があるわけですね。そうですね、そこまで分かっていただけたと思います。落語っていうのは面白い芸能でございまして、古今東西見回しましても、こうした座布団1枚、
でまたメイクをしない、衣装もしないという形で芸能を行うというのはこの日本においての落語ただ一つなんですね。そして座ってお話をするということ。でこれなんでこんな形の芸能が育ったかって言いましたら、これ実はねお坊さんのお説教から来てるんです。でそれが元になってるんですね。で落語もっと言うとお説教にしてもそうなんですけれども、この座布団の文化というものがなければ落語はなかったというふうに言われます。でなぜかと言いますと、アメリカの方ではスタンダップコメディーなんて言いますけれども、落語というのはこれで全てを表します。で形態模写をするんですね。でこれ何が利点になるかって言いましたら、これね、まあ、こうして歩くんですね。で一番の利点は何かって言いましたら立てるんですね。これが立っている状態ではできない。座っているとこれができるということで、これが芸能になってあるんですね。で面白いのはこの落語というのは主人公が一切成長しません。西洋のね、芸術なんていうのは、まあ、大体が怠惰な怠け心をね押し殺して我慢して何かことをなすみたいな、これは芸術なんですけれども、落語世界の住人とは一切成長しないんです。もうそのまんまなんですね。この初対面物もそうですね。そのまんま、そのまんま終わっていくんです。このまんま終わっていくんですけれども、これね、まあ、落語ならではと申しますか、この話がよくできてるなと思いますが、どういうところか。これ目の前に私にあるのお念仏ですね。お仏壇ない、あ、お仏壇ですね。 お仏壇の中にあるのはどなたですか。仏様ですね。そうですね、皆様方こうして私を見られてますね。そうですね、そうなんですよ。お気づきになられました。皆様方この落語、私を裏長屋のおっさん、皆様方の視点はこれ実は仏様です。仏様から見てこのおっさんがどう見えるかということがこの落語にとっての一番の肝であろうかなと思います。じゃあ皆様方にとってどう見えたかね。何よ、まあ、腹立てながら、まあ、どっちょどっちょっていうのはね、私の創作でございますけれども、まあ何をま人のせいにしとんねんとかね、いろいろ腹たもう腹減りながら朝の味噌汁何人にするとかね、もういろんなことを考えながら、しらみ殺しながらそうやってお念仏する、何をしとんねんこいつだってのは、これ実はね仏様の目線なんですね。じゃあそう見えた時にどうですか、このおじさんに共感することがないかって言ったら、多分皆さんどっかしらあるんじゃなかろうかなと思います。じゃあそれを許さない仏様であれば我々はどうなんでしょうかね。救われない話になってしまいます。でもこの落語はすごいのは、それでもお念仏唱えてあるってことなんです。毎日毎日それでもお念仏唱えてある。何になるのかって全く分かりません。まあ浄土真宗の教義からすれば、このおじさんがじゃあ救われていくのかというと、これはなかなか難しい話でございます。でもこの話を聞いた皆さんが、いやいやもったいないことしてるな、仏様の本当のを言われてないやろなって聞いていただく機会が何かしらでもあれば、それがご縁になっていくんです。今今日この落語で聞いていただいたお念仏も、これただ単の落語ではないんですね。間違いなく皆さんのところに仏様の南無阿弥陀仏のお慈悲が届いてあるということなんです。聞こえてあるということは届いてあると、聞こえたということがこの私の信心になっていくというのが浄土真宗のお念仏でございますね。こんな我々であってもそのお慈悲の中にあるということ、いずれまた、いやもう聞かれてある方もいらっしゃるかもしれませんが、何かの機縁といたしまして、そういったご縁もあるのかもしれません。ぜひね、そうしたご縁結んでいただきまして、仏様のお話、少しでも面白いかなと思って聞いていただければ、今日この日何よりのご縁であったかろうかなと思います。私ね、東春秋会の会長を今務めさせていただいております。毎月16日はお師匠は明石部長が頑張ってね、この場ではないんですけれども、スローダウンという場所でやらせていただいています。まあ、今日これだけ小野食堂でね集まっていただきましたからば、本当にまたこういう機会もね設けてもいいんじゃないかなと思います。またこういう形で皆様に新しい形でまた笑っていただくお話で、あ、お説教ってそんなもんなんだと思っていただいていいんです。そんなもんなんです、私がやってるんですか、ね、出てきて思ったでしょ。あ、そこでボーリングシャツ着て酒飲んだら、お前坊さんなんかいって思われたでしょ。そうなんです、私も坊さんなんです。そうなんです、お前酒飲んでいいんかいっていうのは、まあ、ちょっと余談ですけど言わせてもらえれば、お前酒飲んでいいんかいっていうのはお坊さんに言われるのは分かるんですけれども、皆様方に言われるのはちーと、まあ、言えば、例えて言えばですよ、まあ、怒られたら困るんですけれども、例えて言えば隣の娘の門限に腹を立てる隣のおっさん、
おかしいですよね、おかしいですね。お前隣のうちの娘9時に帰ってええんかいっていうのは、私からするとちょっと血の巡りがおかしいんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことですよね。我々は我々の、まあね、まあ、法律を破っちゃダメですよ。まあ、我々は我々の中でのいただくものということでさせていただきます。浄土真宗かお酒飲んでもいいんです。まあ、タバコもいただいております。でもこんな私もそのお慈悲の中、もう平たく言えば皆様方と一緒でございます。そういう気持ちでね、お坊さんの話少しでも身近になって、あ、ここたくさんお坊さんいますからね、あの話聞いていただければと思うことでございます。それではこの私の話、これにてとさせていただきます。どうもありがとうございました。